おやおや、誰もいませんね。これは良くない予感がしますね。コントントへ行ってみましょうか。皆さん、石になってますね。わずかですが、暗黒魔界の気も感じられます。国蔵庫に向かいましょう。間に合えばいいのですがね。ほう、時の裂け目から戻ってきたのか。だが、もう手遅れだ。時の海王神は間もなく死ぬ。そうすれば、この時の巣も消滅する。この世界の歴史もろともな。全てを救いたいならついてこい。仕方ない。ここは私も手を貸しましょう。この場所を消させるわけにはいきませんからね。この火球は私が死なない限り消えることはない。せいぜい苦しむがいい。とわの仇であるお前だけは私の手で殺してやりたかった。決着を急がねばならんぞ。時の海王神ごとお前たちが消え去る前に私を倒さねばならんのだからな。2対1では不幸。
私も別の歴史から助っ人を用意させてもらった時の海王神が時を進めるこの魔人ドミグラというわけ貴様らの歴史から消滅するまでのわずかな時間力の限りもがいてそして絶望しろこれまで様々な歴史を改変して集めたダメージエネルギーを取り込んできたのだ今の私の力は以前とは比べ物にならない貴様らは手も足も出ないままここで這いつくばって死んでいくのだなに後のことは心配するな我々が素晴らしい歴史を作り出してずいぶん好き勝手してくれますねこれはちょっとばかりお仕置きが必要ですね特別に私が相手をして差し上げましょうもちろんあなたも戦うんですよ馬鹿なこの魔人ドミグラの野望がこんな虫けらどもにあなたはこの歴史にいてはいけない存在ですおとなしく元の歴史にお帰りなさいおやなんてだらしがないですよあなたに秘められた力はこんなものではありません私が言うのですから間違いはありませんなんだこのダーブラが追い詰められるとはそばで見てもやはり素晴らしい動きですあなたやっぱりただものじゃありませんねあなたならあるいはもっと先の領域をまだこの話はやめておきましょうまずは手始めにウィルス様の次の破壊神になる気はありませんかちなみに特典はいつでも私の修行が受けられることでしょうかなかなか悪くない話だと思いますけどねちょっと
聞いてますか？それどころじゃなさそうですよ、ね、こらこら、この程度の方に苦戦しているようでは破壊神は務まりませんよ。仕方ありませんね。とっとと片付けますよ。破壊神の話はまた今度ゆっくりいたしましょう。そろそろ限界のようだな。お前たちの戦いも無駄だったというわけだ。さあ、歴史消滅の断末魔は共にこうではないか。やっと私の教えを理解してきたようですね。まさか私の力を超えるとはな。苦戦してるみたいだね。来るのが遅いぞ、フュー。こいつが何者なのか知りたかろう。教えてやるぞ。フューはトワとミラの細胞から作り上げられた突然変異の実験体。つまりこいつは我が一族、私の後継者というわけだ。私がなぜ歴史改変をしてきたか分かったか？こいつにエネルギーを吸収させるためだ。フューよ、集めたエネルギーでこいつらを消し飛ばせ。そして暗黒魔界の復活を果たすのだ。やだよ。何？せっかく集めたエネルギーをそんなことのために使うなんてもったいないよ。このエネルギーでどんなことができるか、もっと研究と実験を重ねなくちゃ。こいつはトワの仇だぞ。おじさんには悪いけどさ、仇討ちとか暗黒魔界とか興味ないんだよね。僕は僕のやりたいようにやらせてもらうよ。この大バカ者が！あっちゃー、やっちゃった。でも仕掛けてきたおじさんが悪いんだからね。まあそういうことなんだ。僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないの。それよりはエネルギーで実験したり、君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ。実際僕としてはエネルギーが手に入りさえすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど。でもあんまり希望のない歴史って悲しくない？君たちだってたくさん見てきたんでしょ？そんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよ。どうせならみんなハッピーな方がいいじゃない。
もし歴史改変で宇宙全体が大変なことになるなら、そうならないように集めたエネルギーを使うとかさ、何なりと方法がありそうな気がするんだよね。そうだな、君もし興味があるなら言ってよ。ちょっと研究してみるからさ。